また出てきちゃったね。七夜の皆さんお疲れ様でした。ドンガバチョ、ドンガバチョ、本当に若本さんすごいですね、はい、マイクから飛び出るよ、はい、すごいよね、あのスタイルはどっから生まれたのかね。 あのスタイルと言いますと、どうしよう、いや若本節ということで今ね、若本節が若者にもすごいし、コマーシャルなんかあれみんなほとんどあの人やってるよ、ね、驚いたよ、昔はあんなに売れてなかったんだよ。いや本当にね、もしもし、そんなこと言っていいんですか。公衆の面前です。そうそうそう、いろんな方がいらっしゃってますからね。あ、お願いします。そうだけれども、ちょい爆弾発言はこの声優公演でねなさってて、僕が慌てて止めるっていうのがいいんだ。あ、いいんですね、はい、はい、山ちゃんだって同じなんだから。はい、なんですか。山ちゃんだって同じだったんで最初はね。あ、そうですね。おい、山ちゃんだった、はいってこんな小さくなる。いや今もそうですよ。あ、そう、だってこの声優公演私ももう50を過ぎておりますけれども、はい、下から数えたら方が早いですから、本当にペーペーなんですよ。そうなんだよ、ね、だって草尾くんと中野さんぐらいですよ年下は。本当、そうなんだよ。もう、そうです、あと皆さん先輩というか大先輩ですから。もうあれね、大関の、はいね、いやいや、狭間さんがいくつか皆さん知ってますか。本当にね、もうこれを言うな言うなっていつも言われてるんですけど、34歳なんです、うん、こう見えても34歳なんですよ、ね、でいくつですかって聞かれるのが一番ショックなんだけど、本当は96なんですけどね。まあこの世界の中ではだいぶ、あ、永井一郎さんがちょっと僕より先輩なんだけど、はあ、お亡くなりになって、それどん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 みんなお亡くなりになって、ざまみろ俺一人だよ残ってるのはなんて、本当にね寂しくなっちゃったんですよ。あのね、あ、和歌山源三さんまだ残ってるね。おっと、やめてくださいよ。真子さんが冷たい目でずっと見てましたから、ね、そうです。で、あ、そうだ、野沢雅子さん残ってたよ。もうね、静かに見て、はい、はい、わかりました。いけないところで止めますから、はい、わかりました、はいはい、ということでですね、はい、今日はちょっとチャップリン協会の大野さんと、あ、そうですね、ここでゲストに、それゲストをちょっとお呼びしたいと思うんですよ。それから、まあ、皆さん、チャップリンのお孫さんが今日出てます、スペシャルゲストですよ。スペシャルゲストでね、はい、ちょっとどこか無理に見ればチャップリン似てるんだよね。ちょっと似てるんだよ。無理にとかそのつけなくて、どこか似てるでいいんじゃないですかね。かいちいちそういうの毒を吐かないでください。本当に松本さん危ないですよ。本当にお孫さんですから、本物ですからね。そうだよ。それでね、由緒正しい有名な作家のユージン・オニールのお孫さんだよ。でもあるという、どういうもある、まさにすごい方ですね。すごいな。もう無理やりパリから引っ張ってきました、はい、パリに今住んでらっしゃってね、はい、パリパリの方でございますけど、なるほど、はい、皆さん、ちょっと笑って、はい、お察しください。そのお察しください。渾身のギャグでございます、はい、すいませんね、はい、それではお呼びしましょう、はい、まず最初は、はい、大野さん。大野博之さん。大野さん、もう声優公演、お話ししてください。声優公演ではおなじみでございましてね、僕ら最初にやってた頃に大野さんがパッと現れてね、日本チャップリン協会の会長ですよ。日本チャップリン協会の会長で、世界にチャップリンのことを知っている方は、そうですね、世界的権威というふうに伺ってたんで、どういうねすごいおじさんが来るのかと思ったら、相当意外に若いんだよね、うん、だからこんな人が来るのかと思ってた最初。だそうじゃなくてプチッと来てね、まあ、拝見いたしました。しかし無声映画に声を当てるというのはどういうことなんでしょうかね。じゃあ見てくださいと、あ、やっぱり当てた方が面白いですねっていうことになって、ね、今日までもう7回を勘定させていた。ただ、ね、こちらの許可がないとなかなか本家のあのチャップリン家から許可が下りないと。だから今こうやって捕まえてる最中なんですよ、ね、なんとかお願いしますよ、ね、でそのチャップリン家からお招きいたしました、はい、チャップリン小野さん、ご紹介ください、はい、お願いします、チャップリンのお孫さんでいらっしゃいますチャーリー・シストバリスさんです。イエッ、チャーリー・シストバリスさんです。じゃあお座りください。じゃあ小野さんもどうぞ。小野さん、じゃあ座ってね、お話ししましょうか。通訳を兼ねて小野さんに、小野さんはベラベラだからね、もう僕ら黙ってその間ずっと聞いてるだけだけども。ちょいちょい愚痴が入りますけれども、はい、で今日はね、はい、実はこの下っ込めで、彼が表彰されたんですよ。え、なんでですか。あのね、なんでですか。今年がチャップリンデビュー100周年になりまして、100周年、はい、それを記念してこの、
下町コメディ映画祭から、はい、おじいさんの代わりに、まあ、おじいさんのために表彰されました。うわありがとう、おめでとうございます。おめでとうございます。トロフィーかなんか、トロフィーをもらったの？いや、あの賞状をいただきました。賞状あの現金ついてるとかそういうのね。ダメなの？それはついてなかったです。ついてなかったの？決してね、ついてないんですよ。栄誉をね、称えられたわけですから。栄誉です、栄誉、ね、まずね、その賞を受賞なさってどうお感じになったかっていうのをちょっと聞いていただいてよろしいでしょうか。何ごじょごじょ話してるの？通訳をなさってるんですよ。そうそう、何をこちこちじゃないです。聞いたことを通訳をなさってるわけですよね。やめてよ、はい、なんとなく雰囲気分かったみたいで。 I feel very old because I'm supposed to be 125 years、うん、そう I'm very 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 proud、for my grandfather and very moved of course、as I said earlier, he would have been extremely moved by such an award, especially by Japan, which he cherished a lot. He loved this country, so it was, and I was very, very moved as well. どう感じるかと言われましたら、うちのおじいさんは生きてたら125歳なので、それでおじいさんの代わりに賞をもらったということで、だったらばとても自分は年を取って感じましたと、まあ、最初ちょっとギャグをしたあ、ギャグだったんですね、ごめんなさい。わかんないですからね。英語わかる人いたらすぐ笑ったのね。雰囲気で皆さん。後で笑ってね。それで、まあ、でも おじいさんがもうとにかくその賞をいただいてとても感銘を受けましたと。で、私の祖父はこの国のことが日本のことが大好きだったし、とりわけてそういった意味でその日本 この国からこの日本で賞をいただいたということについて本当におそらく祖父はとても喜んでいると思いますと。そして私自身もとても感銘を受けました。ありがとうございました。ありがたい。お聞きしたいんだけど、私たちこうやって無声映画に声をつける、日本語をつけるっていうことって、きっとチャップリンは無声映画作ったんだから無声で上映してくれよって言ってたに違いないのね。そう、細かいことだから耳でそばでね、こう、分からないように人に。どうしてこんなおかしいこと言うの？そうか、そうだよ。まあ、狭間さんの聞いたことを柔らかく多分ね、あった、そうなんだよ、いろんなことを察してね、説明してるんだと思います。ああ、そうそう、楽屋で3人で楽しかったね、みんな。分かんない、じゃあちょっとどうでしょう、どうですか、無声が。 What would he had thought? I don't know. Of course, I don't know what he would have thought, but I am sure because he liked so much speaking out loud in a bit without any meaning. The meaning would be in the music of the voice. He did this in modern times with titin ta 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 ta, and he did that with Hinkle, the Hitler, where he used to speak fake German. And when I listen to those voices, I don't understand the words. It sounds like gibberish. But the music and Japanese is very singing and very expressive language. And I think he would have adored the way this sounds. もちろん自分は祖父ではないので、祖父がどう感じたかというのはもちろん分かりません。はい、けれども、うん、祖父は、うん、その全く意味の分からない、うん、こうデタラメ言葉ジブリッシュはこうものすごい声高に言うのは好きでしたと。つまりモダンタイムスの中でティティーナっていう、はい、こうデタラメの言葉で歌うシーンがあるし、はい、それから独裁者の中では、うん、独裁者ヒンケルがデタラメのドイツ語をこうわーってこう言うところがあると。ああいうのがすごく好きだったと。で、自分自身、彼自身声優公演を見た時は自分は日本語がわからないので、それがすべくってそのなんかこう、まあ、デタラメ言葉というか全くわからないと。で、日本語っていうのは私たちにとってはすごく音楽のように聞こえるから、その意味ではとても新鮮で面白かったし、で祖父がもしこれを見ていたらその意味でとても愛していただろうと思います、いやー惜しい人を亡くしたないやー嬉しいですね。でもね、いやもしここにさ、チャップリンさんがね、座っていらっしゃって、もしそういう言葉をもしかけてくださったら、もう僕は永井一郎さんと一緒に跳ねようと思います。やめてください。死ぬ話はやめてください。さっき
嬉しいですね。ね、分からなくてもデタラメ言葉で言ってる。じゃあ今日デタラメにやっちゃいましょうかね。どうせ分かんねえからね。適当にやっちゃって。あのさ、音楽のように聞こえるっていうの。リズムなのね。我々のあれが、良、ねうん、かったですね。まこちゃんなんか本当に音楽に聞こえるもんね。ちょっと何ですかそれ。いや、ドラゴンボールなんかほとんど音楽と思って聞けば、ね、いい意味としてですよね。当然。ちょっとリズミカルで音楽のように心地よいというそういう意味ですよね。好きよ山、はい。今日は僕が狭間さんの通訳をしてるって感じですね。今聞いてなかった全然。あ、ごめんなさい。とてもいい話をこちらでしてましたので、ごめんなさいね、すみません。あの今日はあの下でですね、はい、明日からそこ会場のところで入り口のところでいろんな浅草のね、映画館のポスターやなんかがね全部飾ってあるんですけども、面白かったね。ああこれですね、出てきた、これは大正5年の1916年のチャップリンの大正5年、極初期のポスターで、下に浅草電気館と書いてありますけれども、これね、はい、今あのこっちから読むからね、電気館ってこれじゃ換気電だよね今は逆ですからね今はね。で、番号だって2263や下の和電だよそれがさ、ね、こっちから読むんだよ若い人。これね、こっちから読むっていうのはあんまり慣れてないから分かんなかった。狭間さんはこの時おいくつ？これ生きてました。もう いましたよ、世の中。まだいました。いるわけないじゃねえか。大正5年、え、大正5年ですよ。大正5年でしょ。大正5年っていうのは なんだよ、ね、いますよね。200歳ぐらいじゃん。98年前。98年前です。それ96歳って言ったから2年前です。大したことないじゃないですか。大野さん、やっぱりチャップリンと浅草っていうのは切っても切れない。そうです ね、 ですね。あの私はもう帰りたくなりましたありがとうございます、はい、ということで、あ、すいません、あ、でも小野さん、まあ、このチャップリンと、ね、チャップリンと浅草、はい、僕ね、このね、ポスターをずっと見てるときにね、はい、ちょっとメモしてきたんですけどね、これサーカスの、あのポスター、これサーカスのポスターあるかな。あ、出ますよ。出る、これあ、ちょっと飛ばすのか。ちょっと続き飛ばしていただきます、これあ、もう段取りと違う話になってるんでね。これは上も慌ててそれを出そうと今、これは今回のやつです。陰大東だよ、これ。これ東大陰じゃねえんだよね、これ。どこまでも狭間さんはね、本当に、これそのまんま読んでいただければ。それでその中にですね、二か年猶予の苦中、頭髪の寂しき詩も語り得ぬ血類を秘めて、サーカスはついに終わりに我らが元に来るのでありますって書いてある。弁士ですね。弁士だ。今それを一生懸命スタッフが出そうとしてるんですね。多分係の方が今出そうとして、はい、して本当は順番で行こうと思ったんだけど、ね、あ、そうかそうか、ええ、ごめんごめん。いや、じゃあ後でもいいんだよそれ今必死にどれだろうっつって探してらっしゃるんですか。そうですね。でそうですね、もう何でもいいから出してくれれば、まあ、その今の電気館というのは現在もあるんですか、はい、いや、今はないそうですね。ないんだね。なんか昨日ちょっと伊藤聖子さんがそんなこと言っちゃって、なんかマンションになってるっておっしゃってた。マンションになって今はね、有名人が住んでんだってデンさんとキーさんという人がね住んでて、それでここの話もおかしくないですか。デン、はい、さんとキーさんが、ね、電気館が今デンさんとキーさんの住むマンションになってるという、ね、そういうことです。で、今そんなことは言ってなかったですけど伊藤さんは、チャーリーさんが非常に不安そうな顔をなさって今何話してるのお前らと、ね、今音楽のように聞こえるでしょ我々の話がね。チャップリンの話に戻したいと思います。びっくりしちゃってますよ。とりあえずは出そうとしてた予定のものを出していただければ僕らがその話になると思うんで。俺が喋ってんだから喋るなよ。すいません、先輩すいませんでした。どうぞ。私黙ります。まあ複雑な音楽になった今ちょっと、あ、出ませんね。ほとんどもう向こうは混沌として、どう怒っちゃったの。なんか勝手に喋れた。そうですもん、勝手に話したから。それで、まあ、浅草に、おいでいただいて2日間ご覧になった浅草を。ずっと見てないの。どうして。いちいちそんなねこそこそ話さなかったっていいんだちゃんと。OK、それ分かったみたいな。そう、oh, yes, yes. No, well, I didn't, we did a, we had a little ride on the Jin Rikachu, but apparently there was a traffic jam, so it took a lot of time to reach our destination. But so I didn't have time to visit a lot Asakusa. But I, shall I, as I heard,
Asakusa used to be the heart of entertainment in Tokyo. And I appreciate a lot the fact that this festival is putting life back into this idea of bringing entertainment to this district and living up to the memory of this district. Because we in the chaplain office, we're doing a bit the same job with Charlie Chaplin, which is trying to keep the memory of Charlie Chaplin as alive as possible. Of course, he doesn't need us, but still, at some point you have to bring to the audience what you think is really worth it. Yes. 今日あのレッドカーペットのイベントの時に人力車に乗せていただきましたと。それでその、ね、自分たちの順番が一番最後だったので、はい、人力車の渋滞が起こってそれで、時間がかかってしまい、観光には行けませんでしたあ、中見せはいらっしゃったんですか？理由がいやあのテンプルも行けなかったんだ、ええ、あの人力車の渋滞で行けなかったんです。あ、そうだ。で、それで、でもあのその時にあのでも浅草はずっと、うん、東京のエンターテインメントの中心地だったと聞いていますと、うん、であのそれが昔そうであってでもそれを次の世代にどんどんこの浅草の良さを伝えていこうとしていっている、うん、このフェスティバル全体はとても素敵なことだと思いますと、うんうん、というのは私たちは今パリのチャップリンのオフィスで、うん、そのチャップリンをあの次の世代へと伝えていこうという仕事をしていますからあのやっぱりそれは同じような仕事をしているとだからそういった歴史的に素晴らしいものを浅草の伝統をまた次の世代に伝えていこうとかそういうような意味でこのフェスティバルはとても素敵だと思います。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。いや、ワンダフル、あの私英語もできるワンダフルっていうのね。え、いや今英語をちょっと喋ったの。すいませんでした。すいません、すいません、はい、僕らもね、はい、実はそのことすごく気にしてて、はい、で、まあ、このチャップリンをね映画見たんだけどよくわからねえなっていう方がいらっしゃったんだけど日本語吹き替えて初めて分かった、面白くなったなという方がこの下町コメディで7回も見に来ていらっしゃる方がいてね、うん、でこの本当におじいちゃまとおばあちゃまとお孫さんが一緒に手をつないで見に来れる、で家に帰ってあの映画はどうだったっていう食卓でそのコミュニケーションの中にもこれを交えてやれるということでとても感動した手紙をいただきましたけど、まさしく僕らがやろうとしている、はい、ね、そうですね、次の世代に、なんとか渡していこうということ で、 ね、チャップリンを好きになっていただくきっかけにも ね、 そうですね、ちょっとでも慣れたんだったら嬉しいなと、初めて分かったっていう方もいらっしゃってね、うん、そうですよ ね、 ね、まあ、チャップリンは膨大にありますからね、フィルムがね、そうですよね、だから、まあ、だいたい皆さん200歳ぐらいまで生きていただかないと全部やりきれてないということで大丈夫です、皆さん行きますから、ね、そうですよね、私たちと同じです、ちょっとそれお世辞が過ぎるんじゃね、200歳って、まあ、180ぐらいまでじゃない、そうです、そうです、はい、2人が言うと本当っぽいですよね、うん、本当にそのぐらいまで行かれ、であの後ろに写真が出ましたけども、はい、これも東京での写真ですね。東京、はい、1936年チャップリンが2度目の来日をした時に、今はないんですけど明治座の前に、花町っていう天ぷら屋さんがあって、チャップリンはエビの天ぷらを30匹食べたという記録を、30匹エビをですか、そうです、オキアミとかじゃなくてエビです、30匹ですよ、好きでエビをね、そうです。あ、好きなの？Yes. You know, before I came, I didn't have any trousers, and so Ono asked me what were my measurements for the show. But the problem is, I ate so many tempuras in Kyoto that the trousers weren't fitting me anymore, so I had to put my jeans on. So I'm very sorry. こちらに東京のに来る前に、ちゃんとメジャーで測ってで衣装を用意してもらったんですけれども、この東京に来る前に実は京都に立ち寄りまして、はい、京都の祇園で天ぷらをたくさん食べてしまいまして、そこで太ったので用意していただいたズボンが入らずにすいません、今日はジーンズです持ってんの？もちろんちゃんと大したズボンは持ってる、その中にはエビも入ってたと、ね、外国の人はすごく覚えやすいんだってね、このも ABCD と言ってすぐ覚えるらしいよ、エビを、ちょっとなるほど、来た、
さすがです。来ましたね。狭間ギャグが今日3つ目。もう大変なもんですね。ね、でもエビ好きはおじいちゃん譲りということで。すぐ反応が来ねえんだもん。しばらく考えてからみんな。じゃあこの時はもう他のものは何も食べられなかったんですかね。キスも2匹食べてますね。キスも2匹食べてますね。キスも2匹、ほう、エビが30匹で。じゃあエビ30でしょ。はい、ね、大食いというか大食感。そうですね、そう見えないですけどもね。はい、それだけ日本食も大好きと、はい、はい、本当に親日家でいらっしゃる、ね、そうですね。美女もついていらっしゃいますし、はい、そうですね、あの芸者さんがいてはって、はい、であの左でちょっと顔見えないですけど、あれがモダンタイムスと独裁写真出てるポーレット・ゴダードで、で一番右の方がフランク・ヨネモリっていうんですけど、あれチャップリンの秘書はフランク・ヨネモリさんの前は河野トライツさんって日本の方で、はいはい、日本人が大好きな、ね、河野さんね。まあ、ということで浅草は本当に楽しんでいただいているようですけどもね、まあ、私たちはこれからどんどん続けようと思ってるんです。いや、ごめんなさい、ちょっとここ汚れてたからね、いつも気を使っていただいて、声優の世界ってこうなんですよ、本当にみんな、ね、すいません、とってもね、支え合って あとない、大丈夫、大丈夫よ、とりあえず大丈夫です。うちのかみさんと同じことやるなさて質問なんだっけ。いや質問、うん、まだ時間あるんですか。大丈夫、時間まだ時間あるんですか。いや、揚げまんじゅう食べてほしいのよ、私。揚げまんじゅうを食べてほしい。揚げまんじゅうね、仲見世通りにあるの美味しいんですよ。浅草のね、チャーリーさんにね、好きなの私、申し訳ないんだけど、自分が好きなもの、揚げまんじゅう。あ、そういう場合にあんた買ってあげないと。目の前にあればね、食べに行けばいいじゃないの、それ失礼だよ、やっぱり自分で連れてって、そうかそうか、これが揚げまんじゅうよって言って食べさせる。できてくれればよかったのに。まだね、チャップリンさんのお孫さんの前にしてね、我々の会話は音楽のように聞いていらっしゃいますね、はい、ということ で、ね、やっぱりで、まあ、そんなようなことで、あ、これもう写真はおしまい、巻きがかかっております。そろそろいいんじゃないかということになっておりますね。いや、もっとお聞きになりたいことがあったら、あのあれですけど、お子さんは何人かとか、お嫁さんは何人いらっしゃるのとか、そういうことをお聞きする大丈夫じゃないでしょうか。何かね、やっぱり日本のこのファンの方に、今日はね、チャップリンのこうやるってことで集まってくださった方なんで、日本のチャップリンファンに何かチャーリーさんからおっしゃりたいことがあったら。About Chap, well, oh, I don't know. 難しいこと聞いちゃったかな。I hope, I mean, that you go for the movies that aren't obvious, that the movies that aren't fed right into your mouth, and the ones that are really worth it. I know that.Children are sometimes reluctant to see Chaplin films, for example, but it can be any classical film. Black and white, mutes, they don't want, you know, they have cartoons. But once they start looking at those films, they adore it, and it's really worth it. So I hope that this type of festival brings youThe aim to do such things. And of course, thank you very, very much for inviting me to Japan. I hope I'll come every year now. なんとなくね、おしんの方分かりました。でも一応、あの白黒映画とかサイレント映画とか古い映画、まあ、どんな古い映画でもやっぱり子供たちとか若い人は敬遠してしまうと思うんですけれども、いっぺん見ていただくと、あ、すごく面白いんだなと思ってもらえますと。だからその意味でこういったフェスティバルで若い方にたくさん見ていただくっていうのは本当素晴らしいことで嬉しいことだと思いますし、このフェスティバル本当素晴らしいと思いますと。で最後に私お招きいただきまして本当にありがとうございますと、ぜひ毎年行きたいです毎年ね、ぜひとも、まあ、私たちも、まあ、できるだけ息のある限りやり続けたいと思って、ちょっと息のある限りって何ですか。まもなく息が切れると思いますけどそんなわけないでしょ、ということで、はい、本当に毎年、はい、だんだんこうなんか親密になってきちゃってね、で今度我々の劇団に入れて日本語を覚えさせて
徹底的にチャップリンの役をやらせようかと思っていますけれども、こちら側でね、それでちゃんと日本語勉強してないです。それでチャップリンズ OK? オーライ、わかるんだ。今ね喋れないんだよ全然、一言も喋らないんだから。こういう名前しょうがないじゃないですか、もうパリからせっかくいらしてるんですから本当にね。だって2年目なんだから、はい、こんにちはぐらい言える。いや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 、本当にやめてください。言えますよ、もう絶対強くしないでくださいね。はい、わかりました。はい、では今日は本当にありがとうありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。大野裕樹さん、チャーリー・シストバリスさんです。ありがとうございました。もっともっとね、本当はね、浅草のことをね、いろいろとお話を聞きたかったんだけど、はい、時間の都合もありまして、はい、なんせ浅草公会堂は早く終わらないと怒られちゃう、こういう感じになる。いや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 、でもあれですね、今話しませんでした、大野さんはチャップリンの本当に世界的権威でいらっしゃいますけども、先ほどあの、ね、ピアノのアンナちゃんが出た、そのうずまさライムライトの脚本も、そうそうそう、プロデュース脚本なさってるんですよ。そうですよね。いろんなことなさってて、ね、今本当に注目の方なんですよね。注目で、僕はチャップリン協会の会長っていうかさ、まあ、さっき申し上げたけど、まあおそらく70歳ぐらいの方かなと思っていたの、最初にお会いするときにはね。はい、だけどまあちょっと若々しくて、それでもう早めに向こうへいらっしゃって留学して、ね、まあ、京大を出てね、京大ってブラザーじゃないんだよ、京大、京都帝大を出て、はい、そして向こうへずっといられてね、はい、で勉強なさって、そして我々にまあこういうバトンタッチをしていただいたということで、ね、そうですね、我々ね参加して DVD ボックスも出ましたし、はい、で今回の脚本も一番元は大野さんが書いてくださって、それを狭間さんが脚色してくださったということで、もう脚色専門なの。いやもう本当にでもオリジナルなことをやりたいって言うと怒られちゃうのあの人に。でも1分で1時間かかって脚色をなさってるという、そうなんだよ、これ言われましたね、私たち1分1時間かかるんだよ、そうなんだよ、1時間かかっちゃう、ね、だからもう、だから1本作るのだいたい24分から25分ぐらいでしょ、だからだいたい25時間以上に、最初はね背中がこうだったの、それがだんだん最近こういう風になってね、25時間こうやってやってるもんだからね。ということで、はい、まあ、私たちのおしゃべりはともかくとして、そうですね、じゃあ今回初めてですよ僕、こうやって狭間さんがお書きになったのでやるのも、いつも自分で適当に喋ってたんで一人で、はい、はい、そうなんで一人でね、最高40ぐらいの役やってるよね。いや犬数えると思ってると思うんですけどね、犬は犬 全匹犬やりましたから、犬8匹全部使い分けるんだから。いやいやいや、ワンだろ、ワン、ツー、スリー、フォーってね、ずっと、ワンワンばっかりじゃないんだ、犬だけにね、ワンで始まるという、うん、そうそうそう、ありがとうございます。ということで、今日はね、そうはさせじと、はい、3人で、ね、1人でね、やらせるかってね、3人でこれを分けてやってみるじゃないかと。チャップリンは狭間さんが、僕はチャップリンをやらせていただいて、はい、後の役はみんなこいつらにやらせてみようと。は野沢さんと私で、私たちで ね、はい、嬉しいです。それではそのなんだっけ、あ、介護ね、介護ですね、介護です、介護、はい、介護、はい、介護って介護老人じゃないね、介護、違います、悔い改める、悔い改める方の介護というあんまり聞き慣れない言葉ですけども、はい、これは初公開でありますんで、そうですね、はい、そうですね、2作目という本当に古い作品ですけども、じっくりと見ていたい、はい、笑うところは笑っていただきたいと思います。温かい目で静かにならないように一つよろしくお願いしたいと思います。本当にそれでは、参りましょう、はい、参りましょう、よろしくお願いします。ご覧くださいませ。一回引っ込みます、また出てきますね。